綾部さんについて知ってることに対するみんなの反応。綾部さんについて知ってること。ふわふわが好き。布団乾燥機のセールス。布団乾燥機の良さを知っている。足が太い。なんやかんや面倒見がいい。可憐に弱い。しっとりしてると思わせてしっとりしてないように見えてやっぱりしっとりしてる。言語センスがオペラ王に近い。否定しなさい。耳でかぜー。コンビニの常連。そっけない態度に反して情が深い。ディオスクロイ何回も見てると何かじわじわくる。なんだかんだオペラ王と似た者同士だし、少なからずオペラ王に救われている。妹のことを忘れた？ごめんなさい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 ごめん。あそこからの流れは正直シナリオで一番好きだよ。赤い病院と葬列のシーンがきつい。でもあの後のシーン泣ける。あの追い詰められた綾部さん見て、手を差し伸べるで泣く待ち続けようってするオペラ王は何なの？僕は世紀末覇王だけど、アイネスの妹たちと一緒に水族館行くお出かけイベントお姉ちゃんすぎて好き。最初と最後でどっちもよくわからない人って言ってるけど全然意味が違うのいいよね。多分4年目以降の距離感がすごい。やめちくりや矢部さん欲しくなるー。素直になあれ素直になあれ。棒で叩くシーンなんですがそれは。賢さ CB のおかげで強行策を取れるようになったし、成長補正も優秀で育てやすくておすすめ。問題はどうやって引くかやないか？実はオペラ王と波長が合ってる。え？やめて。カレンちゃんのふわふわなところをいつでも触れる。150回まで回したが石も財布の中身もなくなって断念したのを思い出した。やれ足が太いだのピコが登るまでだの、どこぞの医者じゃあるまいし。謎の外科医アドマイヤベガさんも私も別に太くないし。ピコってもともと連星なのに、超新星爆発で相方を失った星の名前が元ネタだからね。お空の世界の医者も元ネタは一緒で、綾部さん級の重々フェイトエピソードで書かれているのに似てるは自然だと思う。足の共通点は知らない。ふわふわ落ちの女。怒涛トレーナーの片棒を担ぐ。どこからともなく現れて、布団乾燥機を反則してくる。はいはいまた布団乾燥機ネタね。かわいそうに布団乾燥機を持っていないのね。運命のジェミニで落ちるところまで落ちた後、ピコが登るまでで運命から解き放たれる描写で涙腺が決壊しかけたわ。あれはいろいろと来るものがある。責任感が強くて真面目でものすごく頑張りやないい子。覇王世代はトプロが来てバランスが完璧になった。綾部さんの笑顔は破壊力がやばい。綾部さんというより99世代だけど実はツッコミがいない。ツッコミがいる世代の方が少ない。玉世代は他世代にもツッコミを配布するべき。ラスカル鈴鹿実装に期待しよう。戦闘民族の姉に鍛えられたツッコミ力を披露してくれるはず。よく考えたらみんな本当情弱すぎ馬よん見ろ。タイツがエロい。すぐに布団乾燥機マウント取ってくる。優しい。星見るの忘れるあたりからの崩れていく様がよくできてる。本当に楽しかったんだよが最高だからみんな見ろ。持ってない？そこにジュエルがあるじゃないか。アイネスの妹たちに自分の泣き妹を重ねて見てるのが少し辛い。世紀末覇王世代の妹といえば、やはりラスカルお前の出番か。若妻感強すぎ。ほんと未亡人。アパート暮らし。登場すると BGM が変わる。オペって変人の皮かぶった常識人キャラだけど、綾部シナリオといいカフェシナリオといい実はなんか見えてるよね。
シャカールとかタキオンとかはデータを通して間接的に運命らしきものを見てるけど、オペはなんか本質的なものを直接感じてるように思うわ。その出力があれなんでわかりづらいけど。本人のシナリオから馬時代のことおぼろげに企画してる素振りはあるな。離脱することになる綾部さんだいぶ気にしてるし。オペラ王シナリオは史実のオペの人気がなかった部分を自ら埋めようとしてるように見えるし、記憶あるか見えてるかしてるよな。他の人とはまた違った視点を持っているのかもしれん。リア王の道化師よろしく。グト剣のユキキ。99世代はシナリオライターの腕を信頼してる。私服が人妻っぽい。足が太かった。リアルはベガに似て足が曲がってる。自分のことをクールだと思い込んでいる面倒見のいいふわふわ大好きお姉ちゃん。最近、強行作が取れるようになった。前半は他者なんか関係ない、みたいな感じだったのが、中盤の転換点では同期3人に救われる。その後は表面上は同期やトレーナーへの対応は変化ないように装いつつ、信頼をしているのがよくわかる。何が言いたいかというと、綾部さんもオペラ王もドトウもトプロも大好きになる最高のシナリオです。双子の妹を犠牲にして生き残った罪の意識にとらわれて、ずっとずっと自分のことなんか顧みずに走り続けてきた人。ほんの一時でも走ることを楽しんで妹のことを忘れかけた自分か許せなくて、それこそ壊れるまで体を追い込んで心を責め続けてしまった真面目で優しすぎるお姉ちゃん。シニア期に入ってやっと自分の人生を歩き始めた彼女が、少しずつ好きや楽しいを見つけていって不器用だけどトップロードを励ましたりもするようになるのが本当にいいのよ。クライマックスだと関係ないけど、最後の目標レースがジャパンカップなのよ。で、控え室で世界一のお姉ちゃんにでもなってくるわって言い残してパドックに向かうのが最高にかっこいい。ふわふわ好きだったり、喋り方が指摘だったりするのももちろん可愛いし、基本ほっとけないお姉さんポジションなのも好き。どうした急に？俺も好きだが。私も同意見です。ハエースっぽい。お姉さんポジションまで読んだ。定期的に URA でシナリオ読みたくなる娘ステークス一番人気。ビーズクッションにふわふわカバーをつけてダメにしたい。囚われていた闇からいろんな人の助けで立ち上がらせてもらって、前に進む姿が美しい。今はトプロの隣で一緒に眠ってるんだ。シリアスなストーリーの一番盛り上がってるところで鋼の石の CM でちょっと笑わせに来る。必須綾部さんというアドマイヤベガからしか摂取できない栄養素がある。ゴーゴー。温泉に行かないと本音を話してくれないがある。ふわふわスリッパソムリエなのは知られていたが、布団乾燥機マイスターになると予見できたやつ霊人説。カレンさんをキレさせた。つけてないのでふわふわ布団乾燥機ジャンキーのイメージ。毎週土曜日に誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ高評価チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。